おめでとう。この日をあなたのために、ハッピーベリー、おめでとう。おめでとう。ねえ、そんなことを隣で君も思ったりするのかな。思いが重なるその前に、強く手を握ろう。私に生き方を教えてくれました。意識のあるうちは一度も弱音を吐いたり痛いと言ったり涙を見せませんでした。意識が朦朧とし始めた頃、姉と二人で、お母さん今まで育ててくれてありがとうねと言いました。そしたら母は何度も何度も、こちらこそありがとうありがとうと言って頭を下げていました。最後まで人に感謝する気持ちと迷惑をかけないという気持ちを持っていってくれました。母
を介護しようと早めに退職した父は不器用で正直な人です。田舎の広いお家で一人で暮らす父は本当に強い人だと思います。こんな両親に育てられた私は自分を誇りに思います。お父さん、いつまでも健康で私たちの相談を聞いてください。日本を私たちみんなにとって日本語は宝物です。すごいよね。時そうでいられる行動することがあると思いますが、ここは両さんの大きな体と心でずっとこらえて、日本語の中にいる方もしっかり守ってくださいね。楽しいこと、嬉しいこと、どんな社会にとっても話し合えるドライブサインの仕方を見てください。それなので、両さんの会社の社長さん、あ